来たね。お召し替えの準備は整ってるよ。でもその前にあんた、なんでも屋のクラウドだってね。なんでも屋を名乗ってる割に五番街じゃ何にもやってなかったようだね。世の中なめんじゃないよ。普段の行いが人の価値を決めるのさ。せいぜい似合いのドレスも用意させてもらうよ。さてと、話はここまでだ。着替えたら街の外には出られないけど、始めちゃっていいかい？そうと決まったら早速取り掛かるよ。女の支度は男が思うほど楽じゃないんだ。そうだね。その間あんたはせっかくこの町にいるってのに、遊び方もろくに分かんないって面だね。興味ない。まああんたみたいのは体使ってなんぼさ。何でも屋の手腕、ウォールマーケットでも振るってもらおうじゃないか。これが今紹介できる仕事だよ。私がもんだその手、擦り切れるまで使い倒してきな。さてと、それじゃエアリスついてきな。どんな服かな、楽しみ。服だけじゃないさ。そうそう、その素人臭い化粧と髪もがっつり手を入れるからね。わお。じゃあクラウド、後でね。覗くんじゃないよ。落ち着け。ティファがどうした？もうすぐコルネオのオーディションが始まるって聞いて、このままだとティファが。でも俺じゃどうしようもないから。わかった、お供します。クラウドさん、兄貴って呼んでいいですか？ダメだ、俺兄貴にならティファを任せてもいいかもって。兄貴はどうやってそんなに強くなったんですか？だから兄貴の立ちさばき、惚れ惚れしました。こう、ズバッ、ズバッ、ズババッって。俺も兄貴みたいになりたいですけど、ここぞって時にどうしても文学的になっちまうんです。あ、兄貴、この…じゃあ、俺はここで。いや、その…足手まといになるといけないんで。マムの店に戻って、エアリスが出てきたら俺が戻るまで待つよう伝えてくれ。了解です。推薦状は手に入れた。うん、あれは女限定だ。エアリスが選ばれた。ああ、一緒にいた女か。気の毒に。でもな、どっちにしても男は入れない。許可は求めていない。うん、やめておけ。コルネオさんは恐ろしい人だ。あんたがここで暴れると誰かが責任を取らされる。それはお前が助け出したい人間かもしれないし、あるいは全く関係のない人間かもしれない。わかるか？ここはそういう世界だ。オーディションが始まるまでまだもう少し時間がある。
もし本当に推薦状があるなら、その女を連れてこい。俺は進めないけどな。おとなしく帰れ。